東北電力が4月からの値上げを国に申請している電気料金についてです樋口幸次郎社長は平均で3割以上の値上げについて電力の安定供給のために必要と改めて理解を求めました火力発電の燃料費高騰を背景に東北電力は家庭向けの8割を占める規制料金について4月から 平均での値上げを国に申請しています。樋口幸次郎社長はきょうの会見で、その必要性を改めて強調しました。まああのやはりさまざまな物価が高騰している中で、まあ、今回、電気料金の大幅な値上げをお願いするということについては、これまでも何度も申し上げてますように、大変私としては心苦しい限りでございます。 まあ、そういうのの,の中で,です、ね、やはり私どもとしてもしっかりと安定供給をする上でえで、ー、料金値上げをさせていただくと一方で、先週開かれた公聴会では、東北電力の値上げ申請に対し、反対や負担軽減を求める声が多く上がったほか、国の審査会でも東北電力への注文や批判が相次ぎました。 特に値上げを知らせる広告などの費用として、年間4億2300万円必要で、その分も値上げしたいと国に申請していることには、審査会から強い批判が出ています。お客様にに対しましまて丁寧な情報発信説明が必要だというふうふ 考えております。しっかりまあ精査をしながらあの積み上げておりますので、丁寧に説明をし、ご理解をいただく努力をしてまいりたいというふうに考えております。国は、公聴会や審査会で出た意見も踏まえ、値上げの可否や幅について審査を進めています。